い、そうそう、まあ、メカなんですね、タンパク質が多くて、キムチの方がイネ科だから、うん、まあ、栄養価が少ない、だから繊維が多い、うん、アルコールは少ない、うん、でタンパク質はキムチが少なくて、まあ、メカは栄養価が多い、あとカルシウムもキムチ少なくて、まあ、メカが多いと、うん、でどっちがいいかってことですね、うん、キムチが大事なんですよ。でどんだけやった方がいいかっていうと、体重の 2% 以上、1日の、うん、だから 130g だったら、0.26g、 3g ぐらいは食べる、めっちゃ食べてるかもしれない。いやいや、3g 以上です以上です。だから以上食べる分には全然悪くない。で、大事な理由っていうのは、まあ、あるんですけど、あの歯のことね、うん、チムシって硬いから前歯でカットして奥歯ですり合わせるようにして食べるわけなんですけど、歯の病気になりにくい、うん、で歯の病気になっちゃうと歯の根っこがさ、あの不正光合が起きてくると、不正光合が起きたら歯の根っこが歯根膜炎って言って病気になってくる、うん、で歯根膜炎炎症が起きてくる歯ですよね。さらに運が悪いと歯の根っこが分裂しちゃったりするんです。治せないですね。だからまあ、チムシをしっかり食べて不正光合から、うん、それからあとは自分で毛づくろいするじゃないですか。ブラッシングしてます？この子ブラッシングしてないんです。してないですか。ブラッシングもね、足が痛くなくなったらやった方がいいですよ。あ、そう、うん、で、こういうフォームが一番取れるけど、これ100円ショップ、ここに見せたけど、なんか人間の眉毛の100円ショップ、こういったのとか、まあ、ウェットブラシはちょっと、あれは人間のウェットブラシ。私が使ってるんですよ。ね、これってさ、痛くないからさ、気持ちがいい。だからブラッシングしたら気持ちがいいんだよって教えながら、このハンドピードにして褒めてあげるとかね。で、だんだんさ、血液が悪くなってくるんですよ、年とともに。だから、やっぱブラッシングにならしといた方がいいし、ブラッシングするとさ、皮膚が刺激されるじゃないですか。と血の巡りが良くなってくるから、さっきやった抗生症状療法に似たような治療効果が得られます。うん、というところかな。で、血もしぐらいです。で、2番目がペレットね。で、ペレット、あの、デグ用のペレットが最近出てますから、それを体重の 2% ですね、これを。もう 3% ぐらい、ね、まあ、やって3ですね。でもまあ、2で止めれれば2の方、止めた方が血もしたくさん取れるかなと。だから130、まあ、2% で、まあ、で、5、うん、5、そうだね、5でいいのか、4から5ぐらい、そう、それぐらいで、あとその他で、その他はパパイヤの葉3センチ角、今ちょっとご参議院どっちにしよう、このパパイヤの葉っていうのは一度実験用のやつで乾燥させてるもの。でね、あの乾燥のさ、あの葉っぱとか野菜とか果物とかは一回ね、成分表示を見た方がいいです。でそこで繊維がすごく低いと。繊維が 20% 以下だったらやめといた方がいいです。その代わり炭水化物が多いから。だったら本物の野菜とか果物を体重の 1%。1% が本当ちょっとですけどね、1日ね、なしでもいいです、別に、うん、なしでもいいし、やるんだったら体重の 1% ぐらいやってもいいかなと思います。何が食べれます？本物のやつ、うん、普通の人参でもレタスでもキャベツでもリンゴでもバナナでも、うん、ただ慣れてないと食べないと思いますけども、うん、いや、価値はありますね、あのたまにね。それは生なんか生のもの食べてくれなくて、乾燥させないと食べないんですけど、うん、あ、そうなんだ。じゃあ乾燥、家で乾燥させて、家でオーブンとか乾燥させて、うん、ただ今使ってらっしゃるそのパパイヤの葉っぱが繊維が 20% 超えてるんだったらいいですよ、うん、よくあの、よくないのはね、あの乾燥フルーツとかさ、 あれって結構繊維が少なくて炭水化物がやたら多いんですよ。よく食べるんだけど、あれは全然良くないかなと思いますね、あの生理解剖上ね。ということで、まあ、まず今やってる葉っぱが繊維がどれぐらいなのか、多分書いてあるような気がするので見てください。20超してたらいいと思います。
で、ペレットもそう、あの繊維が 20% 越してるやつね、うん、20% 越してるやつで、チモシは繊維はこれ 35% ぐらい入りますから、ね、うん、だから結構草食動物とか繊維が多いものを食べることが大事だと思います。はい、でご飯の説明を終わりです。はい、じゃあ薬はちょっと私実現しませんけど、お家ででね、粉薬が産んで溶いてありますから、飲ませる前によーく振ってください。こっちちょっと赤い、よーく振って、もう下に溜まってない状態になってから行ってくる。で、今日は入って、まあ、ちょっとお昼ぐらいに行って、両方とも行ってくる。で、その後は夜も行ってくる。間にやれれば A は1回か2回やってください。で、明日からは B はもう夜、うん、A は1日2回やるからね。はい、で、冷蔵保存で、それと日にちが書いてあるの、今日から有効期限が1週間です。これはでも冷蔵保存してた話ですから、はい、その辺にポンと置いておくと傷んでしまいますので、はい、飲ませ終わったら必ず冷蔵庫に入れてくださいね。はい、はい、じゃあここまでにご質問ありますか。